でこんなところするなんて探ってたら、どうも俺の先祖たちは来てたかもしれない、出向でして、そういう技術がね、あるだいたい歴史と戦略を探ってってですね、なぜをなぜ伊勢なのかとか、なぜ桐生なのかっていうことで、やっぱ古代の人脈につながるんだよね。とご縁ってできて、そういうのを知っておくということでしょう。そうですか、誰だよ。全く知らないよ。あら、今日抱っこしてほいリクエストだったあ、そうなんだそうですねどこがあるんですかなるほどね、ぐるっとだけど行け
南の大分県南の南の村、そんなとこ、あ